ハニカムローター式の除湿乾燥機はメンテナンスがやばい、修理代が高い、交換も大変。そんな悩みに多頭リボルバー式が実現する高性能低コスト乾燥除湿空気発生装置 DHML。 フィルムや合成繊維をはじめ耐久性や抗菌性などに優れた新たなプラスチック素材が次々と生まれる現在、乾燥工程において新素材ならではの問題が発生しています。それは揮発性油分や添加物由来の気体ガスによる乾燥性能の低下です。この30年間以上、露天マイナス40度の乾燥空気を大量に生み出すハニカムローターを使った除湿空気発生装置は基本的な構造に大きな変化はありませんでした。乾燥タンクから戻ってきた空気中の水分をハニカムローター内のゼオライトで吸着し、露天マイナス40度のレベルまで乾燥した空気をドライヤータンクに送り届ける循環構造です。揮発した油分ガスの分子は水分子より大きいため、ゼオライトでは吸着することができません。さらに厄介なのはガスの固着です。ハニカムローターを通り抜ける空気にガスが含まれている場合、ゼオライトの表面を汚していきます。汚損されると極端に水分の吸着能力が落ちてしまうのです。場合によっては数年程度で乾燥性能が半分近くになることも。ハニカムローターの部品の交換には高額な費用がかかります。また大掛かりな分解工事も必要で、そこが悩みの種でした。そこで開発したのが低コストで吸着装置を交換できる除湿空気発生装置 DHML シリーズです。 DHML は吸着剤となるモレキュラーシーブを封入した複数の筒をリボルバーのように並べた構造になっています。これにより高性能なハニカムローターと同クラスの露天マイナス40度を超える乾燥空気を作り出せます。最大の特徴はそれぞれの筒に入ったモレキュラーシーブが汚損または経年劣化した場合、ユーザーご自身で簡単に交換でき、乾燥力を回復させることができる点です。筒の下部にある排出口から劣化したモレキュラーシーブを取り除いた後は、新品のモレキュラーシーブを上部にある投入口から充填するだけ。モレキュラーシーブは安価のためコスト面の心配もありません。さらに多量のガスでお悩みのお客様に向けた特別オプション、ガス除去装置オイルエリミネーター OEA もご用意しています。乾燥機からの循環空気に含まれるガスをチラーによる冷却水で冷やし液化回収する追加装備です。こちらを除去空気発生装置に加えることで吸着装置の汚損を防ぐことが可能です。最後に日本初公開となる新機種をご紹介。多頭式吸着装置を装備した除湿機 DHML、 加圧で新たな乾燥方法を実現したラピッドドライヤー。この2つの特色を合わせ持つラピッド機構付き除湿空気発生装置 DHMW。 除湿空気の流動速度を落とし、プラスチックペレットから水分を除去するスピードを加速、長時間の乾燥が必要な PET で大幅に時間を短縮できます。各製品の詳細につきましてはブース内スタッフにお気軽にお問い合わせください。